輝きの街市原情報局今回は令和2年度第4回市原市長定例記者会見の模様をお送りいたします市原市長小出常事でございます令和2年度第4回市原市長定例記者会見にお集まりをいただきありがとうございます10月に入り秋の気配を感じられるようになりました 昨年の台風災害から早一年、今年も台風の心配が続く時期ではございますが、本市といたしましても、昨年の台風被害の教訓を生かし、しっかりと対応してまいります。今年度も下半期に入りました。新型コロナウイルス感染症により、さまざまな事業の見直しが求められており、今後も感染症対策と地域経済の活性化に、 一層スピード感を持って取り組んでまいる所存です今年はさらしな日記の作者である菅原の高生の娘が和佐国府を出発した年から千年の節目となるため本市ではさらしな日記千年記と題してさまざまな事業を展開しておりますそこでその一つとして さらしな日記千年記文学賞を創設いたします。文学賞は一般の部と小中学生の部の2部門を設け、全国から作品を公募します。まず一般の部では、さらしな日記の性質を踏まえ、小説、記号文、随筆を募集いたします。選考委員は委員長として、多くの小説や記号文、エッセイを書いていらっしゃる、 作家の氏に就任いたた。だきましたさらに、選考委員としましてはエッセイストでアナウンサーの加上幸子氏古典文学研究者であり現在 NHK ラジオで更科日記の解説をされている国文学者で電気通信大学名誉教授の島内啓二氏市内在住の作家である翻訳家の岸本静江氏小学館の編集者の 竹下昭氏にお願いいたたししました島内氏と香賀氏については3月に開催予定の更科日記千年記フォーラムにもご出席いただく方向で調整しています次に小中学生の部では更科日記の中で和歌が大きな役割を果たしていることまた短歌や読む人の心情を表現しやすいという特性を持つため小説を書くことへの第一歩となることから「 短歌の募集といたたししました本誌といたしましては「更科日記千年記文学賞」を通じて多くの方が書く楽しみや読む楽しみ作品により励まされ心豊かになっていただけることそして市原への魅力や愛着を感じてくれることを期待しています。田淵の 地磁気逆転地層は皆様もご存知のとおり確実上極めて価値が高く世界でも数少ない非常に貴重な地層であります。今年1月にはこの田淵の地磁気逆転地層を含む千葉セクションが国際地質科学連合において日本で初めての GSSP に認定され地質年代に千葉ニアンという名前が刻まれました。 昨年度、子どもたちにこの地域資源の素晴らしさを理解してもらうため、小中学生用教材、養老川流域田淵の地域逆転地層の秘密を作成、配布いたしました。そしてこの度、改定版を市内公立小中学校の全児童・生徒に配布いたしました。教材は子どもたちの発達段階に応じて、理解しやすい内容となるよう、 小学生版では漫画やイラスト中学生版では写真や解説を中心とした構成となっています。内容としては前半が地層の出来方など地層についての基本的な知識後半がチバニアンや GSSP 地磁気逆転地層の内容についての解説となっており理科を主とした授業での活用を想定し子どもたちの 地学への興味関心を高めていくことはもちろん市原市教育大綱に掲げる未来へつなぐ市原の教育を具現化するため子供たちにふるさと市原に誇りと愛着を育んでいけるよう今後も取り組みを進めてまいります本事業は若者女性が集う 魅力ある街を創生するため街中にある空き店舗等の新しい使い方を民間主体で提案し専門家や行政のサポートを通じて実現化することで周辺エリア一体の価値を高める公民連携の取り組みであります。1年目となる今年度は市の中心都市拠点である五井駅周辺を対象エリアに実在する有給不動産を 題材とした事業プランの企画立案や不動産オーナーへの提案を行うリノベーションスクールを開催し、若者による事業実現を支援いたします。本プロジェクトを通じて将来を担う若い人材が、本市を舞台に夢やビジョンを実現できる流れを巻き起こし、街に変化をもたらすことで若者・女性の流出を食い止め、 活力ある社会の形成に取りり組んでまいりまいす市原市は令和2年5月26日に東京電力パワーグリッド株式会社千葉創始社と締結した包括連携協定に基づきシティプロモーションに関する連携の一つとしてご当地電柱広告によるプロモーションを実施します。 ご当地電柱広告は東電タウンプランニング株式会社が展開するサービスで地域資源をデザインした看板を電柱広告として市内事業者に向けてスポンサーを募り設置するものです今回市原らしさをイメージする3つの顔をモチーフにデザインを作成していただきました1つ目の顔として里山を走るレトロな外観と 駅舎が人気の里山トロッコ列車と名の花畑です二つ目の顔は国内最多のゴルフ場を有し年間約169万人がプレーするゴルフの町市原ですそして三つ目の顔は国の天然記念物にも指定され地球史に日本の地名が初めて採用されたジバニアンですこれら 本州を代表する三つのアイデンティティを活用し、企業・団体の皆さんと連携して魅力を発信することで、市民の愛着と誇りの創生、来訪者への認知度向上につなげてまいります。市原市では、小湊鉄道が結ぶ市原の魅力をテーマに、ふるさと名物となる商品開発を進めるため、 平成28年3月に千葉県内初となるふるさと名物応援宣言を行いましたこの事業を活用し過去には渓谷ドットネット様による一平アプリン株式会社ワンドロップファーム様によるナシジャムの試作品の開発などが行われてきました今回この支援事業を活用し観光総裁に欠かせない市原の郷土料理 房総太巻祭り寿司の試作品が完成しましまた開発事業者は市原市在住の料理研究家である上田恵子さんです今回の特色としては小湊鉄道と連携し鉄道の絵柄と小湊沿線の四季のデザインの包装紙が使われていることまた美しい見た目に加え現代風にカレー味や梅味の ご飯を取り入れるなど、子どもから大人まで親しみやすい味で作成されています。この試作品の販売を小湊鉄道御井駅ホームにて行うこととなりました。値段は税込五百円、缶バッジ一個付きで六百円です。千葉の郷土料理百選としても選ばれている。この房総太巻き祭り寿司を小湊鉄道に乗りながら。一社らの。 心安らぐ風景とともにぜひ堪能していただきたいと思います輝きの街市原情報局今回は令和2年度第4回市原市長定例記者会見の模様をお送りいたしました